上で私の研究は行き止まりです。ちょっと何なんだよ。ええ、ダメ、収まってしもて。ええよええよ、どうせそんなに進んでへんねんから。え、進んでないって何か問題でも出た？あ、演出の先生が今回は大潮の乱だったって言ってよかったけど、大潮の乱もそうだったらしい。君が謎なのか分からへん。あ、そっか、そうよね。優香ちゃんは東町奉行跡部山城守の研究役よね。こいつがめっちゃ憎たらしいやつで、俺が大潮でも乱を起こしたやろな。へえ、面白そうやんか。そこのシーンちょっとやってみようよ。ああ、それよりなんでこの乱が起こったのか謎を探るためにも村の人たちの生活からやってみるのはどう？うん、そうやね。じゃあお願いします。わかった、じゃあ準備して。西村利三郎が庄屋を務める湯気村伊地川のほとり、西村利三郎は大塩平八郎による先進堂の塾に通っている。おっ母、そんな考えて、おっ母が泣いたらうちまたつらがる。すまんな。愚痴っても死んでもうた人間に愚痴ってもしょうないやないけ。聞く、わい頑張って働いて一日も早うもらう気に至るさかいな。それまで辛抱せよ。お菊さんもお母さんも何も心配することおまへんで、わてが口利きしてる大人はどこも皆親切で、お菊さんの子で時期になりはりますわいな。それにええビビ着せてもらえて、おいしいもんたかるたらふくされるさかい。こんな村にいてるよりよっぽど幸せですね。さきっさん、あんたを見込んで大事な妹を預けるんや。裏切ったらどれや目見ると。分かってまんがな。わてはその男はおまへん。あんちゃん、おっかのこと頼んます。うちは少々のことでへこたれへん。大人でうーんと決まって働いて、おとんの借金うちが返したる。アホ、ちょろやなんかで、ね、決まらんでえわい。そやで、きく体壊さないようにしてや。あてのことは何も気にせんでねえよってにな。さあ、菊さん、そろそろ行きまよか。もうちょっと、その分かれ道のところまで送らせとくなはれ。おっか、もうここで先いたら行っただけ別れがつろなる。きく、おっか、さあ、急がな天王寺まで日の暮れにつけんがな。おっか、元気でな。達者でおるよ、きっと迎えに行くからな。待てよ、あんちゃん。おっか、もう泣くな、なおっか。行け、おっちゃんもとうとうついたいやったんか。翔也さん、しょうがおまへん。この間咲く続きでは年貢を納める上でも立ちまへんよって。けどなんで河内物はこないな苦労せがならんのやろ。水や、水さえあったら百姓もあとも生き返るんや。見てみこの川、真ん中に糸みたいな水が流れてるだけや。情けない、この意地川かてこれぐらいのひねりで干上がったりせえへんかった。その代わりしょっちゅう洪水に流されてたんや。川の水というやつはほんまに気まぐれなやつやな。このままでは褒めかてもたかて年もまた全滅ですな。借金はたまる一方。あの新山田川の水をこっちへ引くわけにはいけまへんやろか。あかん、それだけはあかんねん。今から60年ほど前、安永3年、うちのご先祖さんがお上を訴えはったけど、それはならんというだけで、なしのつぶてや。新山田川の水を引くのはご法度っちゅうわけでか。
けどなんでやろ。この川が干上がったら湯気村から下の和歌屋に至るまでの作物が全滅してしまう。そうなったらお上かて困らはるやろに。いや、お上はそないに困らへんやろ。それはなんでどうます。お上にはこれまで蓄えてきた米や綿がぎょうさんある。それを大商人と組んで高値に売れば商人は儲かってマイナーをお上に持っていくという寸法や。ほな、泣きを見るのはお寺水の脈象だけいうことですかいな。そんなけったいな話ないやないか。さあ、そんなけったいなことがまかり通るのが今の世の中や。そういうような感じです。なんや、どっかで聞いたような話やね。そうでしょう。どの時代もお上のやり方はどこか似てるというわけ。けど、お上って将軍さんとか幕閣って言われてる人らでしょ。そんな人らがお百姓さん泣かすわけ。さ、そこや。トップに立つ人は悪い人ばかりやないと思う。けどな、その手先となるやつで心得違うするのが出てくんね。そうか、大塩平八郎が大阪城へ乗り込む言うんはそのことやったんか。お前、それ分からんとやってたんか。これやから前へ進まへんねんわ。しんど。山下君もうちとあんまりレベル違わへんな。みんなで俺をバカにしおる。まあまあ、はい、それでお武家さんの方はどうなっていくわけ。あ、大塩平八郎さんはもともと東大力を務めてはったんよ。大塩が隠居した後、武行になったのが跡部山城の神。義理の兄が老中水野越前の神ということもあって好き放題のことしてたんやな。天保の飢饉が始まっても何の政策も立つ己は贅沢三昧。見かねて平八郎立ち上がったというわけでござります。おお。隠居の分際でこんな夜更けに何事じゃ。せがれ角之助を通してたびたびの検索、何故無視されるのか伺いにばかり出ました。平八郎、無礼であろう。無礼。無礼とは政への信言を無視し続けるお奉行の方ではござらぬか。何？跡部様、あなたは私の検索をただの隠居の世まい事とお考えか。打ち続く危険の中で民百姓がどれほど難渋し飢えているか、あなたはご存知ないのですか。そのようなことその方に言われずとも分かっておるわ。私をそれほどのアホと思うてか。ならば、それがしが泉や住友、法の池等に願った金六万両の義援金、一度は承知せし者を何故断れと申しつけられたのか。義援金。さて、わしが聞いたのではその方の後押しをするために大枚の金を脅し取られそうだが、いかがいたせばよろしいかと相談に来たと。バカ、この大塩平八郎、これまで一度たりとも私腹を肥やすために彼らに援助を申し入れたこともなければ脅し取った覚えもござらぬ。すべては貧しい者のためよろしいかなと。前のお奉行は自ら出向いて義援を願い貧民救済に当たられたのですぞ。前は前、わしにはわしのやり方がある。貧しい者が飢えたからといって
すぐに施しを与えれば、やつらは働く意欲を失う。働く者がいなければ、この国は滅んでしまう。そんな道理がわからぬか。働きたくとも、明日を生きるための食う者にも、こと書いておるのですぞ。だから働くというのだ。働いて銭を稼いで、それで米を買えばよいではないか。米を買えだと。飢饉続きで米は不足し、悪人どもは米の値が上がるまで売り惜しんでいる。そんな折にもかかわらず、あなたは大阪の米を江戸へ送られた。おかげで米の値は3倍にも4倍にも跳ね上がっているのですぞ。江戸へ買い参いたしたのは、天皇家より将軍家へ嫡子が参られる。その供応に必要だから送ったので。大阪の米価が上がったのはわしの知ったことではない。それでもあなたは大阪の町を預かる奉行か。祭りごとを司る者として恥ずかしくはござらぬ。何千何万の民が飢えるか死ぬかというとき、勅使をもてなすことがそれほどに大事と思われるか。これはまた異なことを聞く。さようなこと当然ではないか。それとも何か。その方は天皇家や将軍家を飢えさせてまで民百姓に米を施せというのか。将軍家より禄を賜るその方、まさかそこまでバカではあるまい。神が大事か、はたまたそれを支える下々が大事か。跡部さん、あなたは飢えた民の怒りがどのようなものかご存じないよ。今にきっととんでもないしっぺ返しを食うことになりますぞ。ほんまに憎たらしいやっちゃな。百姓人間と思ってないやろうか。自分らだけ贅沢できたらええと思ってるんやわ。点数稼ぎ違うん。え、中央から言うたら大阪の奉行なんて左遷みたいなもんでしょ。早く栄転したいから。地方、つまり江戸やわね。そっちをごますってんのよ。その通り。とにかくこの当時の侍は出世したい、金儲けしたい、そんなことしか頭になかった。跡部もそのうちの一人で、奥州なんかだだの意見何ができるって高をくくっていたのね。そこで大塩さんは先進党の塾生さんを中心に革命を起こそうと決心したというわけです。革命ってどないして。はい、はい、激文を配ったっちゅうやっちゃな。そうそう、石化線、今の大阪府やな。その各村々の商屋さんや知り合いを通じて配らはったんや。激文って何が書いてあったの。あ、それ知ってる。今の世の中狂うてる。物がないというのに一部の権力者や金堂は贅沢三昧。こんな奴らに政治は任しておけん。わしがまず火の手を挙げるから、それを見たら皆天満へ駆けつけてくれ。こんな内容の文章よ。けどそんな文章だけでほんまに人は集まるの。さあそこで施行札というものを考えはったんや。ええか、この札をここに書いてある4軒の本屋、どこへ持って行っても必ず一種の金がもらえるんや。一種ですか。この金はな、大塩先生がご自分の本全部売って1万軒の貧しい人らに分けてくれはるという尊いお金や。ただしこの金をもろうた者は必ず天満に火の手が上がったら大塩先生のところへ駆けつけるんや。いかなんだらどないなりますの。おっか、取り逃げするつもりか。いや、ちょっと聞いてみただけやな。けど本を全部売るって
大塩先生、もう塾やめはるんやろか。ほんまやな、どないしはるんやろ。ええか、ここに書いてある天満に火の手が上がったらっちゅうのはな、大塩先生が戦を始めるっちゅうことなんや。え、戦し、大きな声出すな。相手は誰ですねん。決まってるやないか、わしらのこと何にも考えてくれへん奉行と、この飢饉に人を助けるどころか己らだけ大儲けしとる飽きんどや。飽きんど相手の打ち壊しやったらやらんこともないけど、大奉行様相手言うたらお上に盾つくことになりますで、芝居さん。おまはんな知らんやろうけど、奉行の後でだけやのうて、江戸の老中の水野様まで大阪の飽きんどが舞い苗を切っとるんや。けど大塩先生だけで戦始めてもどうもならんのと違うかな。誰かが立ち上がらんと物事は始まらへん。庄屋さん、ちょっとお尋ねしますけど、その戦負けてしもたらどないなります？うん、一味に加わったもん全部次第になのと違いますか？加わったもんだけやない、家族まで罰せられると違いますか？おっか、それは臆病というもんやないか。戦するいうことはどちゃみち命捨ててかかるいうこっちゃけど、それもこれもみんな家族を守るためにすることと違うんか。勝つか負けるかそら分からんけど、このままやったら家族もみんな飢え死にするのを待つだけや。ビスケ、よう言うてくれた。けど、お中さんの言うこともようわかる。わしもまだ家族と話し合うてない。おまはんらもいっぺん、うちへ帰ってじっくり考えてから決めたらええ。ただし、大塩先生が戦を企ててはることは絶対他の人間に言うたらいかんぞ。そらもうよう分かってます。危ないな、そんな約束したってきっと誰かがどこかにバラすのよ。でも昔の百姓さんって意外と結束強かったとちゃう？ましてや仲間を裏切るようなことをせえへんと思うけど。確かに百姓から漏れることはなかったんや。ということはやっぱりどこかから漏れた？それも信じられんようなとこからな。誰やの裏切り者は？先進堂の門人、それも頼木からや。明日2月19日猿の刻、天馬に火の手が上がります。ご中心や。なんという杉田ないやつ。猿の刻って午後4時の方でしょ？そこまで分かってしもうたら見せびつ捕まりに行くようなもんやない。捨てる神あれば拾う神あり。この裏切りをいち早う大塩さんに伝えた同心がいたんやな。そこで大塩さんは猿の刻を辰の刻、今の午前8時に変更しはったんよ。湯気村の李三郎さんもこの知らせを受けて、19日の朝にと思ってた別れの挨拶を18日の夕刻に奥さんをお母さんにして出て行きはったそうで。それからお母さんも、これからわしの言うことびっくりせんと聞いてくれ。聞いた後は何にも言わんと承知してほしいんや。なんです、リサブロ、そんな改まって。わしは今湯気村の庄屋として生きるか、西村家の家長として生きるかの瀬戸際に立たされてる。
どういうことですか。打ち続く飢饉の中、村の者は皆年貢を納めるため借金に借金を重ね、日地もさっちもいかん状態や。このままでは返済もならず、一家離散の道をたどらんなら。そうなる前に何とかしのげるようにしてあげるのが庄屋の務めや。リサブ、お前もしやご先祖様と同じこと。そんなら大和があるぞ。いや、そうやない。まだ何をしようと言い張るんです。それはどうしたのです、リサブロ。何をするかということは、たとえ妻でも母でも打ち分けるわけにはいかんのです。ただこれをやらんと村の者は皆飢え死にするのを待つだけなんや。ひょっとしてそれをすることであんたの身が。そういうことになるかもしれん。いや、嫌です。いくら村人のためとはいえ、あんたの命に関わることなんて。ユミ、聞いてくれ。庄屋というのは己の身であって己の身でない。この命は村の百姓衆から預けられてるもんや。そんな、確かにあんたは湯気村の庄屋です。でもその前に私には大事な夫、三人の子供にとっては大事な大事なたった一人の父親です。わしもつらい。でも分かってほしいんや、ユミ。あんたの気持ちはよう分かる。私も幼い頃に父親を亡くしました。さっきの大和郷の一件です。初めは庄屋の家に生まれたことを嘆きました。庄屋でなければあんなことにならずに済んだものを。村を守るためにお父さんは犠牲にならず、お父さんはまだ村人が憎い。大人になるまでずっとそう思ってます。けど、だんだん考えが変わってきましたんや。干ばつや飢饉や言うて、周りで人がのうなって言っても、うちは備えに飢えた思いもない。こうして大きなお屋敷に住んで、安穏に暮らせるのは、そのご恩に報いるのが庄屋の務めだと、やっとこの頃分かってきました。この李三郎は兄が急死したこともあって、19で庄屋の家を継いだんです。あれから10年、まだまだやと思ってましたけど、今の言葉聞いて立派な庄屋になってくれたと心から喜んでいます。あんたもつらいよね。私からもお願いします。この子信じて笑顔で送り出してください。はい、お母さん。ユミ、お母さん、そんなら今宵のうちに天満まで行かなりません。これで出立します。どうぞお体大切に。より期末より一発の砲声鳴り響き、火の手が上がった。
浅間屋と風煙けぶる寄木町、その中より戦装束に身を固めた戦士十数名を乗り出て同心町を回り、天神橋より大阪城へ切り込まんと駆け出した。一方城内では慌てて天神橋をば切り落とし、右往左往の大騒ぎ。行く手を阻まれた大塩は城への攻撃を諦めて豪商屋敷へ繰り出した。天まで上がった火の手を見て約束たがわず大勢の金品千人駆けつけて、その数なんと200数十名に膨れ上がった。何を橋を渡った一行は今橋あたりの豪商の屋敷という屋敷すべて焼き払い、土蔵を破って米銭を貧民どもに分け与え、怒涛のごとく流れ行く。早朝より始まったこの騒ぎ、昼過ぎになってやっと奉行所の役におっとり刀で立ち向かう。これ見て悲しいかな、貧民先民の竹槍族は蜘蛛の子を散らすように逃げ去って、やむなく大塩も川沿いに退却していった。と、これが大塩の乱の顛末です。結局は失敗に終わってしもたんやな。たった半日の戦やってんね。悔しかったやろね、大塩さん。大塩さんは無事に逃げはったんやろか。いや、逃げるいうんはどうやろ。自分から言い出して大事を起こしたんやから、武士は武士らしゅう自害しはったんと違ったな。はい、とこまで来ました。なんのこっちゃ。大塩の乱の謎の謎がわからんって言うてなかった？ああ、言うた。ここからが謎の部分に入るわけ。え、どういうこと？さっき沢本君、自害したって言うてたでしょ？ああ、律儀だ侍は、やっぱりこういう時、責任取ると思うな。自害はしはったんやけど、それが1ヶ月も経った後なんや。これ、なぜ1ヶ月も生き延びていたのかっていうのが、今回の謎というわけ。湯気村の庄屋利三郎さんも大塩さんと一緒に沢沿いに流れて、ある家の行為で船を手に入れ、むしろをかぶって荷物を運んでいるように見せて大川を下ったと資料に書いてたの。その通り。利三郎さんは途中で別れて堺の姉夫婦を頼っていたらしいわ。その後の大塩と息子の角之助がどうなったのかを、確かここに先生が書いてるから、たまに来ましたけど、ちょっとやってみて。肩客の後に親子やんの？はい、やるんですよ。人々を救うのが天命と思っております。利三郎とて同じこと、父上と共に無情な幕府のやり方に一矢を報い、世の心ある人々に一石を投ずることができたことを満足に思っております。そうか、そう思ってくれるか。それより父上、跡部はとうとう我らの前に姿を現さずじまいでした。うん、残念だ。跡部を地祭りにあげれば、きっと裏の大物もかかってくると思うとのだが。だが、もう一つの網からは逃れることはできまい。もう一つの網？角之助、18日に飛脚問屋、尾張屋、宗右衛門方へ届けさせたものがあったな。はい、江戸への文でございました。あれはな、大久保加賀守様と水戸宰相様、それに林大学様に宛てた書状でな。跡部が中継ぎをして大阪の豪商から老中水野越前守に送った賄賂のすべてを暴露したもの。何故我らが大阪城に弓引くことになったか、それを読めば幕閣の趣旨も分かってくれよう。では父上は？
多くの同志が捕らえられ切り殺されていく中で、私が逃げ延びようというのは命を惜しむからではない。江戸からの返事を待つのですね。そうだ、その返事次第では今は追われる身である我らが今度は跡部屋や水野を大川に立てるやもしれぬ。志半ばで果てた者にも決して命にではなかったと伝えることができるやもしれんのだ。だからその返事をこの手に逃げるまでは死ぬわけにはいかんのだ。いやー、さすがさすが、初見でそこまでやるとは、きっちゃんもけっちゃんも大したもんや。はーい、本題に戻ります。乱を起こして一方では味方になれそうな幕閣に呼びかける、両面工作を図るとは、さすが大塩先生ってとこやな。あ、江戸からの返事はどうなった？まあまあ、そんなに急がんといて。まずは大塩親子の潜伏先について発表します。あとでは天神堂に出入りしたことあるのは皆しょんぴいて取り調べをしていましたが、1週間たち、10日たち、3月の半ばを迎えようというのに大塩親子の消息は読もうとして知れます。跡部も焦りを隠せない。ところがどこをどう忍んできたのか、親子は大阪城の目と鼻の先、宇津穂の油掛町というところにある三好屋五郎兵衛という人の離れに住んでいたのです。この三好屋さんというのは大塩が一気で使ったのぼりや旗を作った店なんですよ。でもそこに詮索はなかった？いえ、もうすでに詮索はされていて、ご主人は町預かりという罰を受けていました。大塩は一度お咎めがあった家にもう詮索は入らないだろうと考えてここに移り住んだらしいのです。裏の裏を書くっていうやつやな。それで、もう一月余り、いかに大事なこととはいえあまりに遅すぎる。まさか大久保様や林大学さんまで舞内病に侵されたとも思えず、ならば何故老中でお取り上げにならんの？お取り上げなさればそのよし、今にも聞こえてきそうなものを。父上、父上、大変大変でございます。何事じゃ？想像し、私が今母屋にお膳を前返しに参ったところ、五郎兵衛殿が血相を変えて戻ってこられ、どうも取り方の動きが怪しい、すぐにでもここを立ち退くようにとのことでございます。さあ父上、急いで支度を。そうか、いよいよ参ったか。角之助、まずはそれへ座れ。でもいいから座れ。はい。のう角之助、未だ江戸から返事が来ぬとなれば、こたびの戦いは我らの負けと思わねばなるまい。ですが父上。いや、これ以上生き延びることは未練でしかない。わしは今ここで自陣し、先に行った同志たちに待たせた詫びを言おうと思う。ならば私も、私も共に。いや、それはならん。そなたはまだ若い。三好屋さんと抜け穴から逃げなさい。わしはここで取り方の目を引きつけておく。嫌です、私も一緒に。ならん。父上。よいか、角之助。今ここで二人とも死んでしまっては、我らの本心を誰が後のように伝えるのだ。我らの死が犬死にならぬように、そなたが生き延び、いつの日か我らが願うた世の中になるように、
戦うのだ。父上、分かったな。分かったら行け。それと五郎兵衛さんに油と火薬を運んでほしいと言ってくれ。では父上、これにて今生のお別れでございます。うん。こたびの所領、是とするも否とするも、それは後の世の人々に委ねなければならん。だが今この後に及んでも、わしは間違っていたとは思わぬ。わしは自分の教えの通り、稚魚一致の精神を貫いたのだ。角之助、李三郎、そして我が同志よ、さらばだ。後の天保8年3月26日のことでした。半日の戦い、一月余りの逃亡、そして自爆、何の実りもない戦いやったんかな。コースに本院を伝えたい言うてはったけど、角之助さんはその後どうなったん？さあ、焼け跡からは二つの死体が出てきたそうですけど、それが大塩さんと角之助さんのものだったのかは、それも謎のまま。ひょっとして誰かを身代わりにして二人とも？君、それちょっと推理小説の読みすぎちゃうか？そうかって生きててほしいやん。後世になんて言わんでも、生きてちゃんと世間に公表したらよかったのに。結局、江戸へ送った手紙は逃げ潰されたんかな。それがね、箱根山中の塚原神殿というところに落ちてたんやて。落ちてた？飛脚落としたいうことか？いや、それはないやろ。懐に入れて走ってるわけやなし、錠箱に入れてるものを落とすことはないわな。まあまあ、先へ行きますよ。では、どうしてそんな大事な書類が箱根山中に落ちていたのかを、じゃん。なので、はい、このグッポ。いいかな。じゃあ私かな。私がやります。待ってました。
ここに私の太刀銀二部がございます。これをあなたに。それからお戻りになった時に江戸の飛脚問屋京屋までお越しくださればあと二部差し上げます。ええ、いきに銀二部帰ってまた二部合わせて一両か。よし、文句はねえ。そうと決まったら俺が今すぐ走ってやら。本当ですか。ああ助かりました。ああ地獄で仏とはまさにこのことでございます。何枚飲む。おいおい、よしてくれよ。縁起でもねえ、なんか忘れやがって。おう、それより行きがけに宿場で医者と箱を頼んでやるが、それまで一人で大丈夫か。重ね重ね、ありがとうございます。荷物の目処が立ったので気が楽になりました。一時はすごいは頑張れると思います。そうかい、それじゃあ一っ走行ってくるぜ。よろしくお願いします。はいよ。ふはあ、ちょっとここらで一休みとすっか。よいしょと。チェッ、オオカミか。ああ、もう何時くらいかな。俺も人がいいや。飛脚の困ってる姿見ちゃ、いやもう無理ず、こんなこと引き受けるはみになっちまいやがった。だがこの荷箱、一体何が入ってんだろうな。4日限りの期限が切ってあるぐらいなら、相当大事なもんだろうな。ひょっとして、為替か何か金目のものか。よし、ちょっと中を見てやろう。なんだなんだ、ただの手紙じゃねえか。こんなもののために大急ぎで大阪まで行かなきゃならねえのか。ふん、バカバカしい。そうだ、こいつを処分して三島あたりでゆっくりし。はい、今戻りました。と京屋行っても誰にも分かりゃしねえぞ。そうだ、そうしよう。なんちゅうやっちゃ、これじゃ王将さんが浮かばれんがな。それが大官所に届いたんです。大官所から大目付に渡ってやがて水野が失脚することになったんです。言ってみればこの男の功績は大きかったということになりますね。そこ守れよ。でもなんで大塩さんの生きてる間に水野失脚にならんだ。それが残念やわね。水野の息がかかってる役人がまず見つけたいうことは、水野は大官所に届けられる前から知ってたんやから、当然自分を守る手配りがしたやろね。本人が自分を陥れるために書いたものやとか、なんとかやね。大目付が裏付けを取って、本人を突き詰めるのに時間がかかったと言ったよね。それにしても、大塩の乱で、跡部をはじめ大阪の役人の怠慢を追及することに始まって、老中水野の暴君を暴露することが分かったんやったら、大塩一派の罪は軽くなるのは当然やないか。いや、それはどうやろう。乱を起こすということはあくまでお上のやり方を批判しているわけやから、それは認められへんのと違うかな。お上のやり方はそうでしょうね。というと何？そのやり方に批判的な人もおったということ。そら百姓や町人でほんまに困ってた人らは、大塩さんようやったと思ってるやろな。
その困ってた人らって大阪だけやないでしょ。他の全国の町民や百姓はどう思ってあったんやろ。はい、結論が見えてきましたね。そんならわしらも黙ってたらあかんと思ってあっちこっちで農民気が起こったということか。その通り。大塩さんの投げた一つの石が大きな波紋となって全国に広がっていたんです。生きてるうちには見られへんかったけど命がけでしたことが実を結んだということですか。大塩の乱は封建時代の長い眠りからやっと大衆が目覚め、それが江戸幕府の崩壊、明治維新へと続いていったんです。これにて一件落着よ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。